はい、おはようございます。今日は何でしょう。痴漢を捕まえたら自分が痴漢扱いされてしまったと。つまりあなたが電車内で痴漢している男を見かけて捕まえたら、実は男装した女性で女性を触ったということで痴漢と勘違いして逆に捕まえられたということですね。まあそれはあの運がなかったね。うん、まあ法律的にはそういう場で女性に触れたら、まあ痴漢になりますからね。うん、たとえ男性してるとはいえ女性は女性、まあ、対策としてあなたが女装して女性を痴漢すれば法律的には大丈夫だと思います。え、自分は痴漢する側ではない。あ、そうだったね。うん、あ、そっか。うん、うん。